2A46M-125mm 格好法 2A26、2A46 はソビエト連邦で開発された塗装式格好法。東側諸国の第三世代主力戦車における戦車法のデファクトスタンダードとなっている。なお、2A26、2A46 とは、 ロシア軍正式のグラオコードであり、企業側の故障は D-81T、D-81TM、D-81K となっている。本砲は t、t 6 2で採用された 2A20、2115mm 格好砲の後継砲として、開発された。火力強化のため代行径化したほか、自動装填装置も新型化された。 通営21において採用されていたコルジナ自動装填装置は、可動部の動作範囲が大きい垂直方式を採用していたために乗員を死傷させる事故を多発させたことから、通営26と通営46では、可動範囲の狭いドラム方式を採用した新型のカセトカ自動装填装置が導入。カセトカにおいては、砲弾と装薬がドラムに収容されており、 ドラムが回転して弾薬を装填位置に移動させた後、アームが砲弾、装薬をそれぞれすくい上げて、閉鎖機内に装填する。装填プロセスの所要時間は弾薬の位置により異なり、3から18秒である。なお、T-64B に搭載された通衛46から2からは、ガンランチャーとしての性格も備えており、 通営46から2では QM112、コブラ対戦車ミサイルを、改良型の通営 46M 以降では QM119、レフレックスを発射することができる。通営26は T-64A の初期型、通営 26M-2 は T-72 の初期型や、輸出型、通営46から1、通営46から2は T-64。 シリーズの中期型、2 A46M は T-64 シリーズの、後期型と T-72、通 A46M-1 は T-80、2 A46M-2 と2 A46M-4 は T-80 ウム、通 A46M-5 は T-90A に搭載されているほか、東側諸国で開発された、 主力戦車においても、多くが本法の系列や派生系を採用している。派生型に、2アンペア75や 2A82 などがある。2A45-125mm 懸引式対戦車砲は、2A46K と弾薬を共通化している。また、中国は 2A46M をもとに、ZPT-98-48 口径 125mm 格好砲を、 開発した。初言作動機構性能砲弾、創薬西側規格の 120mML44 格好砲,砲と同等の火力でありながら、コストが安いため、搭載している車両は 120mm 格好砲を、搭載する車両より多い。ただし、アプフスズは、弾身の長さに比例して貫通力が向上するため、西側諸国は、方向系はそのままに、 弾身の長さを可能な限り長くして貫通力を増すという手法で火力強化を行いやすいのに対し T-72 系列の戦車をはじめ本戦車砲を搭載する戦車の多くが砲塔や車体の構造やスペースの問題で分離式砲弾を採用していることと自動装填装置の機械的制約から弾身延長が困難であり 砲弾を含めた西側の 120mm 砲との総合的な性能の比較では若干不利となっている。ロシア中華、人民共和国ポーランドパキスタンユーゴスラビアセルビア、イラン。ありがとうございます。